お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、まあ、スケフリっぽいです。スケフリっぽい。ってなわけで、まあ、やっていくんですけど、まあ、最近ね、もう、やばい。待って、くしゃみ出る。押さえた。そう、すいません。最近、スケフリが、めっちゃくちゃ増えてる。で、まあ、普通にスケっぽいもいるかなってなわけで、スケラが、めっちゃ良くなってるんですよ。なんで、まあ、スケラで、まあ、強いフリーズとポイズンを、まあ、両方使っちゃうっていうデッキなんで、まあ、もちろんね、めちゃんこ強いです。で、そうですね、そのスケフリ、なぜフリーポイにするのって、ウッドとかロリババにしないのって思われるかもしれないんですけど、まあ、このフリーポイだと、まあ、便利なんですよね。フリーズだと、結構30しかしんどくなってしまったり、逆にポイズンだと、まあ、しんどいはないですけど、結構安定してるんだけど、まあ、攻め手にかけると言いますか。でも、そのスケフリっぽいなことによって、結構ね、どんな相手にも勝てちゃうっていうのがありますね。はい。なんで、まあ、スケフリっぽいですね。僕がめちゃくちゃ、この2枚入りのスケラをただただ好んでるっていう、まあ、わけなんで、はい、なんですけど、まあ、別に、変にフリーズとかポイズンじゃなくてどっちかロリババとかね、そういうのでも、まあ、全然いいんですけどね。まあ僕はフリポイ派かなっていう話です。はい。で、そう、このスケフリだと結構スケポイが意外と厳しかったり、厳しくはないか、なんかスケラ対決でってなんか地味な対決になるんですけど、このスケラフリーズポイズンがスケラメタなんですよね。その相手のスケラの攻めに対して自分はポイズンで守れて、でもこっちのスケラは僕はフリーズで攻めることができるっていうわけで、結構ねスケラに対してすごい強いスケラデッキなんですよね。ってなわけで、早速スケラだったら困るな。まあまあまあ、ベビドラマスケメガナイトとか、メガナイトスケラがワンチャン宝石さすがにないか。あ、全然違うわ。全然違った。ウィザード。ウサギ見ないですね。よっしゃ、で、結構ね、まずスケラデッキっていうので、スペルが結構多くなっちゃうっていうのもありの、なんで意外と回転が事故ることもよくありますね。そのフリーズポイズンなんで。なんですけど、まあそこはね、シャアなしですかね。で、ここもポイズンでネクロ処理を結構したくてやったんですけど、意外とやばい。多分こういう相手はフリーズがある。そう。だと思った。こういう相手は絶対フリーズなんですよね。てかもう最近フリーズばっかりですね。フリーズ。すぐフリーズ。まあフリーズの弱点が三重子とかエリクサーポンプですかね。エリポンがちょっと減ったのかな。ゴールとかいなくなったから、エリポンゴールとかですかね。で、さあ、相手のデッキがなんだこれ。マジでなんだこれなんですかね。これもう後ろからですかね。でもこのマスキアナ入れたらダメだからベビーちゃんで受けて。いや、マジで何のデッキこれ。あお。なんか分かった。多分意味わからん系だけど、そういうので攻める系。意味わからんって言ったらダメだな。そう、こういうので攻めていくスタイルのデッキがあるんですよね、マジで。もうこの、お前遊んでるだろっていう。ね。で、でもこういうところでフリーズバーみたいな。で、相手攻めてくるデッキですね。たまにいるんですよ、この、なんかおもちゃデッキみたいな。マジで。ネタじゃないですか、これだって。相手のデッキどう見ても。どう見てもネタじゃないですか。まあでもこれはもう勝ちですね。多分。これなんか出たらフリーズして。OK。いやー、金のスケルトンが強い。あ、でもあいついいザップ。あ、待って、ネクロ。ネクロティーヤが。やばい。まあでも。結局、まあ、こやつの前では、無意味ですね。ワンチャンフリーズかな。ああ、そうですね。ワンチャン狙うのは今のところしかなかったけど、まあ結局ね、その、やばいデッキでは、さすがに負けないですね。フリーズで、
140のダメージ入るし、ポイズンでもダメージ入るから OK 勝った。ポイズンで300ちょいかな、300ぐらい、290とかかな。はい、でも入るんで、はいはいはい、まあね、惜しいですね。相手のデッキやばい、とりあえずやばい、やばいな、マジ。なんかユニット、ユニレベのゴリ押しみたいな、硬いユニ、硬い系ユニット集めました、集めましたですね。よし、さあ次ですね。シンプルにな、スケラが今時代、結構時代だと思うんですよね。なんでだろうな。で、あのボーラーがまあ増えてるんだけど、まあ、ババコヤかな、結局ババコヤが採用率が高いのと、まあ、クロスにもまあ別に悪くはないですし、ボーラー、迫撃、親衛隊、小ジョバは、そう考えたらめちゃんこ強いですね。めちゃんこ強い。マジでボーラー環境、ボーラースケラ環境な気はしますね。はい。で、これまあ何が死んでるかって、まあ普通に見て多分結構わかるかもなんですけど、アイスウィズとベビドラの、まあ、対空が2枚なんですよね。だから普通にラバーとか空が鬼しんどいですね。で、意外とあの、まあ、ゴールは言うて、防衛フリー、防衛スケラとか、防衛スケラじゃないや。ボイポイズンかとかでもなんとかなる。あ、やばい、これやばい、相手のデッキまた分かんないな、なんだこれ。さっきなんか、あ、スケブか、あー、まあ鬼枯渇チックな感じかな、鬼枯渇チックな、あー、これな、誰にする。いや待って、前か思った、いてー。でも今ガゴムで裂いたから多分陸がないけど、スケラで攻めたいんだけど、いやー、そうなんだ、そうなんだよね。これね、なかなかしんどいな。なかなかしんどいな。嫌だな、待ってよ。これこそ、こういう相手には本当にあの、ね、ロリボブとか惜しくなっちゃうんですよね。マジで惜しくなるっすね。で、ここで相手がゴムレ使ったらポイズンでいいっすね。ポイズンボーイですね。いや、それは違う。それが違う。いや、でも OK。いや、いいよ。これで飛ぶから。で、これガゴムレ来るから。多分、いや、来ないかな。カモン。あー、全然違うやんけ。やばい、やった。これは、マジでガゴムレ読みベビーやったのに、来なかったらから、鬼やばいですね。はじめプリンかな、ここで。いや、怖いな、怖いな。やばい。あー、アイスウィズ、頑張って、君ならいける。いや、これやばい。これやばい。これやばいから、バルキリーでターゲット取るんですけど、やばいですね。そう、こういうね、あの、めちゃんこ細かい系軍団とかになると、ね。あ、待って。なんか位置が事故った。でもこれまあ、フリーズ。フリーズ打ちたいな。でも打ちたいけど、プリンがいるから、今無理っすね。で、相手はディガー、スケブあるから、ファイブないんですよ、これの人。あ、これ美味しい。美味しいけど、ディガーがカツカツ、カツカツしてる。やばい。これ、ディガーとアシマイプリンだけが怖いですね。あ、それはちょっとやんちゃう。オッケー、いいよ。あー、でも待って、やばい。うえー、いてー。あ、いや、これ、ウッドで終わるのか。待ってよ、でもワンチャンあるぞ。あ、ワンチャンないな。そうなんすよね。だから、こういう、あー、強い。そう。こういう、これな、そう、バレルが、まあ、シンプルにしんどいか。ね、こういうこと、ま、あるんですよね、マジで。そう、本当に唯一の弱点って言ってもいいかな。でも、スケラ自体がもともと枯渇に相性いいから、これに勝てないのが意外と、苦しい。苦しいですね。どうだろう。どうだろうな。これ勝ちたいんですけどね。バル普通の枯渇とかだったら最初にキング起動とかして、でもう回転が遅いからね、押されちゃうから、このバルキリーの枠が結構フリー枠だと、まあ、自分で思ってるんで、まあ、スケとかゴブリンにするっていうのも普通にありなんですよね。結構まあ
まあ、マルチとかグラチアだとあれなんですけど、まあ、環境によって、前回の環境とかがプリンス多かったから、そういう時は、ね、スケルトンにしたりとか、全然そういうのでいいと思うんでね。これなんだろうって、これかな。これは、もう打って、これです。これかな。なんだろう。やばい、相手がなんかすごいことしてる。すごいことしてるけど、これベビーちゃんが入る。オッケー。オッケー。Google、オッケー。で、これも、アイスウィズで OK ですね。そう。だからまあ、バレるんですね。マジでバレる。だからこのバルキリーの枠を変えた方がいいのかな。めちゃくちゃ悩みなんですよね。バルキリーか、縦線か、スケか、ゴブリンかっていう。正直、まあ、どれでもいいかもしれないですけど、結構変わる。あ、これ美味しいですね。でも僕がこれ、スケーラーフリーズだと思ってるから。マスケルフリーズなんですけどね。ポイズンもあるって。ポイズンもあるってよ。これやばい。相手もスケラフリーズだ。さて、やばい。これトルネで防衛したいですけど。あ、待って、戻ってきた、バルキリー。バルキリー。あ、でもボーラーが、めっちゃ優秀。ターゲット取ってくれてますね。はい。てな感じで、もうこっからはあのポイズンを裂かないようにして、徹底的にね、その、相手がスケラだった場合は防衛ポイズンを徹底すれば、まあ、結構いい感じになると思います。はい。でこっちは攻めでねフリーズ使えるんで、これ相手はあのもう誘ってますね。けどもうフリーズにもダメージ入りましたし、正直ポイズンは打つ必要ない。ああこれもう一個右ですね。なんかめちゃくちゃ寄っちゃった。ああきたな、打ちてー。これ打ったらダメか。やばい、なんかしちゃったかもしれん。え、でもなんかダメージ入った。いいや。まあ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 。ちょっとね、やっちゃったっぽいんですけど、結局あの、防衛ポイズンしとけば、なんとかなるよ。で、ご来店は多分ベビドラの攻撃でターン落とそうとしてますね。あとこれフリーズで落ちちゃうんですよね。これがでかい。前までこの枠があの、結構フリーズというかフリーズが捨てスケフリーポイズンの弱点が、削れなかったんですよね、最後が。なんだけど、これね、よいしょ。なんか、シュール。似てそうなんです、シュールですね。その、スケラでしか最後削れなかったんですけど、フリーズにね、ダメージがついたから、それで削れるから、普通にね、ありかなと思います。はい。ってなわけで、フリーズが2回か。フリーズやっぱ流行ってますね。ね。多いな、多いな。これ真ん中もね、勝てないことは多分ない。勝ちたかったっす。はい。というわけで、まあ、このバルキリーが正直、まあ、環境的にワンチャンゴブリンでもいい気もしますね。スケラーとか、ユーノとか、コジョババ、あとディガー受けれる。で、ロリババが多いから、スケラー、ゴブリンにウッドとか、まあ、ロリババ使ったところで、スケラーが刺さるっていうのもあるんでね。まあ、ゴブリンでもいいかなっていうんですけど、まあ、そこはレベルだったり、まあ、自分が使いやすい方を使ってもらえればいいかなと思います。はい。というわけで、今回はね、以上にしたいと思います。はい。お疲れちゃんでした。